それでは皆様ご唱和ください。嫌いじゃないです。6年7回目の購入サイトルが始まりました。え、なんか最近思ったんですけど、うん、やっぱこういうのやってないですよね、他のメーカーさんは。あ、けどどうなの、やってとか、まあどうなのね。あんまりなんかね、こうメーカーの人がね、しかも代表が喋るみたいな、なかなかないですよね。だね。まあなんかそんな会社のこととか話してないけどね、どちらかというと商品のことしか言ってない。まあ確かに確かに、垣間見えてきますからね。そうだね、大丈夫かな。チャラいんだあの人は。クオリティ平気かなって思わないから大丈夫。後ろはちゃんと仕事してますからね、真面目に。いや、うちらも仕事してるんだよ、これ。してるんですよね、ちゃんと。あのね、合間を取ってね。そうだよ、もうない時間を。もうこういう商品出るんだよっていうね、あの紹介で、はい、まあこれで知ってもらえるとね、一番嬉しいんだけどね。確かに少しでもね、やっぱね、あの知ってもらって買ってもらって、うん、販売につながるとね、販売少しになると、まあまあ確かにいいかなと、ね。まあ、あとなんか見てて商品が出てたらおーって思いますよね、本当におもろいと思う。そうだね。まあなかなかね、ガチャガチャだけどね、うん、探ってみたら結構奥深くて面白いんで。確かに、うん、じゃぜひね、あのまずはね、チャンネル登録も含めてしていただけるとありがたいですね。チャンネル登録お願いします。カレンさん、で、今日、はい、LINE の、ね、人気キャラクター来ました。何回目だっけ。3回目。その、まあ、多くやってないんですよ、意外とね。意外とね。これね、ボンレス犬と出ました。ボンレス犬なんですね、これね。ボンレス犬とボンレス猫のスタンドフィギュア。はい。前回、紹介させてもらった時にボンレス犬って言ってて、はい、そうですね。ね、そこに対してちょっとね、言ってくれたんだけどね。そうですね。まあ、別にどっちでもいい。どちらも正解って言ってましたよね。うん、はい。ただやっぱ、ファンの中でボンレス犬だったかな。そうです ね。結構難しいよね。難しい。あれって何なんだろうね。なんすかね。の場合、俺のあれね、はい、柴犬は柴犬だけど、なんか飽きたいのは飽きたいの。あー、なるほどなるほど。僕は柴犬タイプですよ、ね。あ、本当に、はい。でも飽きた犬は僕言わないですね。飽きた犬、飽きた犬ですね。あ、俺飽きた犬って言ったわ。へえー、だからなんかあるんですよね。あるのかな、なんかが。猫だ、猫と犬だもんね。音読み、訓読みだから。うん、そうっすね。猫だと思うんだ。猫はニャーじゃないですか。いや、それは違う。ボンレスバーチそれ、ボンレスバーとボンレスニャーおかしいっすね。音読み、訓読みで泣き方だよ。おもろ、おもろいね。うん、これはいいです。そう、で、これ紹介しよう。はい。で、まずボンレス犬、これ立体でかなりね、可愛く作ってる。これめちゃくちゃよくできてる、ボリューミーね。すごい、これ。あれ、待って、立体で、3回目だけど、あれか、じゃあスクイーズやって、そうっす、でケーブルカバーやって、はい、でこれです、フィギュアなんだね、はい、うん、だからもう本当なんか本当のフィギュア初めてじゃない。そうだね、はい、これなんかあれっすよね、そのスタンドじゃないですか。そう、うん、これ躍動感すごいっすよね。すごくいい、後ろに今回ねボス入れさせてもらって、はい、でボスもね色ちょっとね、ベースと大体と同じベースの色の、うんうん、ボス入れてるんだけど、うんうんうん、結構可愛くできてる、めちゃくちゃ可愛い、ね、うん、ジャンプしてる感じ、ピャーンみたいな感じですね、うん、そう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 、すごい可愛い、うん、可愛いね、うん、あとボンレス猫、これも同じような感じでね、うん、これ一緒に並ぶと、ほら最高、よくない、いい、うん、これラインスタンプのね、ところから結構引っ張ってきて、うんうんうん、ラインナップまとめてるんだけど、まあ、お互いボンレス犬とボンレス猫がまあ可愛くなるように、はいはいはい、はい、うん、バランスちょっと取って、サイズもかなりしっかりしてるしね、うん、あ、でかい、でかいね、でかい、ボリューム結構ある、これ。で、続いてがおやすみボンレス犬、かわいいこれ。もう星のね、彩色もしっかりして、硬いフィギュアだけど、このなんだろう、布、帽子がちゃんとね、帽子感っていうか、確かに、うん、そう、シワの感じとかもうまく表現して、うん、うん、これから寝まーすって多分枕持ってやってるボンレス犬なんじゃないかな。寝まーす、うん、おやすみだからね。おやすみって言ってんだよ、きっとね。ほんとだ、うん、けどその半目、多分性格的にボンレス猫がもう寝ちゃってる。あ、いいっすね、うん、これ一応おやすみボンレス猫なんだけど、もう寝ちゃいそうだよね。いいっすね、うん、これもね、一緒に。そうだね、うん、わあ、こんな感じですね。扉があってさ、おやすみって言ってと一緒でなんかね、ボンレス猫が寝ちゃってるみたいな。もう寝てるやん、寝てるって感じだよね。やっぱりその今単品ごとだけど、一緒のやつも欲しかったんで、はいはいはい、親指がめっちゃ可愛いよ。あ、すごい、これグー、可愛い、ね、これグーポーズしてるからね、ボンレス犬とボンレス猫、これボンレス犬とボンレス猫、そうですよ、うん、やっぱまだ慣れないなんかこれ親指やばくない？お尻もすごいちゃんと取れてるんですね。うん、ちゃんとね、お尻の穴も表現して、お尻の穴も表現してますよ、うん、すごい、なんかもうこうやっておくとメリーゴーランドみたいに色が綺麗な感じだね。わー、すごい、うん、あらすごい綺麗、素敵、うん、色合いなんか
今までこれって、あ、うさ丸がやってますね。うさ丸でやって、そう、車のね、ダッシュボードとかも飾れるしね、窓際、まあ、ほんとこういったところもね、全然映えるからね、いろんなところに置いてもらって、でこれ別になんかボールチェーンをうまくね、こう刺せばね、あの、使えるから、まあ、いろいろね、遊び方は多数できるんじゃないかなと思うんで、これは良いですわ。そうなんです。これがなんと、おいくらなんですか？これ300円。ね、みんな300円だろうなーって見てるから。あ、そうでした？うん、いやー、もう6000円はいくかなと思ったんですよ、いったら。あ、そう、いい、これ300円ね、安い。で、これ11月発売で、はい、はい、結構ずっとライさんのね、あの商品はうさ丸、かっこせず犬、愛しすぎて大好き、あとは、猫ペンだ、猫ペンとペタドとかね、最近ちょっとあんまちょっとですけど、確かに、うん、いろいろ引き続きいろいろ商品化はさせてもらうので、来月はうさ丸の商品でちょっとね、面白いのが、あれは本当ね、いいよね、いい、ちょっと楽しみにぜひしていただければと思います。はい、はい、じゃあ今日は11月商品のボンレス犬とボンレス猫、スタンドフィギュア紹介させていただきました。よろしくお願いします。